はい、飯です。洗濯します。はい、じゃあ出かけてきます。はい、編集終わりました。はい、パスタです。いただきます。うん、うまいです。はい、シャワー浴びました。手洗いで洗濯していきます。はい、飯です。はい、靴下に穴が開きました。このプロテインパンケーキミックスが美味しくて結構ハマってます。はい、焼けました。うまそうです。はい、外出します。はい、ちょっと冬に自転車に乗ると寒いので、この靴下の上にですね、このナイロン袋をかけて、靴を履きたいと思います。これで多分足の指先が冷たくなることはないと思います。意味ないですね。いやー寒い。はい、昭和記念公園に来ました。はい、ツイッターのキャンペーンで当選したアイス食べていきます。はい、じゃあいただきます。甘みがあって美味しいです。当たり前なんですけど、アイス食べたらすごい体冷えました。はい、読書終わりました。はい、食材買ってきました。うん、うまいです。はい、洗濯します。はい、飯です。はい、昼ご飯作りました。はい、出かけてきます。手袋しながらスマホいじれるみたいなんでいいですね。はい、じゃあファミレス行きます。30年ぐらい違ったので、IQ は流してみるかね。いや、美味しかったですね。じゃあ図書館に向かいます。はい、 Google マップでこの道を上がれという指示が出ました。いやー、ちょっとまあ行ってみます。うわ、電車でこれ行く道じゃないですね。これ合ってるよな。まあどう見てもこの道なんで、はい、まあ行ってみます。なんか狩猟してる音も聞こえますね。鹿とかイノシシとか、なんか飼ってそうな、猟銃の音が聞こえてきます。いや、本当にこの道でちょっと合ってんのか本当に謎です。はい、一応それっぽい道に出てきました。間違いではなかったみたいです。よかったです。はい、編集終わりました。で、公園の景色見てます。縄文の村という施設があるみたいですね。はい、帰宅しました。はい、今日外でサンドイッチ食べなかったので家の中で食べます。いただきます。うん、うまいです。はい、鍋できました。これがラストです。熱い。はい、飯です。うまい。はい、選択します。コクうまガーリックトマトパスタできました。はい、卵焼きました。はい、作業終わりました。はい、ちょっと夜用に作ったサンドイッチなんですけど、今食べたいと思います。はい、じゃあいただきます。うまいです。はい、業務スーパーに来ました。はい、帰宅しました。はい、食材買ってきました。全部で650円になります。じゃあブロッコリーの茎をいただきます。うまいです。うまいです。いや、風呂いいですね。最高です。飯です。はい、昼飯です。はい、じゃあ出かけてきます。住民税、去年稼いだ分全部支払い終わりました。やっぱり結構高いですね。多摩動物公園です。はい、じゃあこの年間パスポートで入っていきます。1回の入場料が600円になります。で、今回で元取れたという形になります。インコいます。野菜でかいです。天気良くて暖かいです。気持ちいいです。象の足でかいです。いや、歩いてて本当に気分がいいですね。はい、モグラの家です。はい、ちょっと入ります。白黒ですね。マレーバクです。はい、じゃあちょっとウエルシア薬局に行って買い物します。買い物してきました。合計で2729円です。ただ 1.5 倍使える日なので910円割引になりました。お得です。はい、また買い物に行きます。引っ越して半年経つんですけど、駅前に初めてこんな広い駐輪場があるって気づきました。しかもこの駐輪場無料なんですよね。いや、本当に気づくの遅すぎました。はい、また食材買ってきました。足のつま先に貼る北海道になります。もう足の先が正直物理的に寒すぎて痛いんで買ってきました。全部で2219円ですけど、740円割引になりました。実質1479円分のポイントで買い物ができました。改めていただきます。88円なりです。焼きました。いただきます。うん、うまいです。はい、鍋もできました。おはようございます。はい、飯です。はい、出かけてきます。めっちゃ風強いです。寒いです。はい、じゃあ一旦作業終了します。カロリーメイトみたいなものとくるみですね、食べます。はい、編集終わりました。いや、しかし今日本当にめちゃくちゃ寒いです。正直言うと建物の中も寒かったですね。おはようございます。はい、飯です。うまそうです。今日は靴下用カイロ使いたいと思います。まあ1日使って26円なんで、これで外でもあったかく過ごせるんだったら、まあ全然許容範囲内かなと。いやー、この時点であったかいです。はい、じゃあ外出してきます。いや、この手袋もだいぶあったかいですね。またこの手袋をしたままスマホは操作できるというのはすごくいいですね。100円ショップで買いましたけど良かったです。いやー、景色最高ですね。晴れです。はい、じゃあこのベンチに座って読書します。スマホの電子書籍で読書します。で、読書に飽きたら景色を見ます。いい天気です。公園で軽くご飯食べます。いただきます。はい、帰宅しました。で、こちら買いました。100円のマスク使っていきます。ちょっとマスク代も削減します。はい、鍋です。里芋いただきます。うん、重量感もあって食べ応えあります。うまいです。はい、今日もフロスで歯をきれいにしていきます。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。動画が良かったなという方はいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。はるでした。